こんばんは。待って。今、大声がなぜか、でんぐり返し しました。なんで？いや、痛いでしょ。いやいや、怖すぎ。はい、こんにちは。あ、こんばんは。こんばんにゃ。いや、ちょっと、大声はるかさんが今、でんぐり返しをなさっていたので、ちょっとびっくりしたというお話。はい、今日もですね、こちらの、にわかみかさんの AKB48 コラボステージのですね、ショールームイベントに参加させていただいてるんですけど、はい、それでですね、自己紹介をさせていただきます。NGT48 2期研究生の小宮まさらです。7月27日生まれの15歳で、A 型です。身長163センチで新潟県小千谷市出身です。はい。そんな感じに。あ、これも作ったのに出すの忘れてました。応援よろしくお願いします。こんにちは。おう。コンペイト集めてきて。ありがとう。なぜでんぐり返し？こちらが聞きたいですね。お疲れ様だって。ありがとうございます。あ、あと、カウントと星投げをよろしくお願いします。今ある、この画面上のですね、右下に星のマークがあると思うんですけど、それをね、タップをしていただくと、星が投げれるので、ぜひやってみてください。そしてカウントはですね、1から50の数字を、1って言って送信、2って言って送信、3って言って送信、4って言って送信って押すとカウントができるので、ぜひポイントになるので、あと、インスタじゃないわ。ツイッターとフェイスブックどちらかの連携をよろしくお願いします。そうするとポイントが入るので、ぜひやってみてください。こんばんは。はい。ぜひね、このコメント欄にこんばんはとかコメントしてくださるだけでもいいので、ぜひよろしくお願いします。はい。今日はですね、わあ、ありがとう、こんばんは。今日は、ちょっとさっきの12時の配信、15時の配信とかでは違う部分があるんですよ。そうです。前髪をですね、分けてみました。そう、前髪がいつも長、あ、間違えた。いつもね、眉毛の上とか眉毛ギリギリとかだったので、その分けること、巻くことが不可能だったんですよ。巻いたらもうこんなレベルだったので、巻くことが不可能だったんですけど、今前髪の長さがちょうどね、ここぐらいになったので、巻けるようになりました。はい、ありがとうございます。でも眉毛がですね、すごい目立ってしまうんですが、あ、ハートありがとうございます。そうなんです。私、いつも、なんか、あ、じゃあ、待って、これは後の話で言うんですけど、今日の配信はですね、こちら、お皿のテニス配信ということで、またまた帰ってきました。名物企画にしていきましょう。お皿のテニス配信をやっていこうと思います。あ、もうやりたいですか？あ、あおちゃん、言ってる？あおちゃんもですね、1年生から5年生までやってたみたいなので、テニスを。あ、公式テニスをやってたみたいな。あ、でもできないらしいんですけど。そう。だからね、そんな君たちにテニスのね、勝ち方を教えてあげようと思って。きっとね、私の配信を見てくださる方も、きっと。あ、もう出ますか？なんでだよ そうすると、イヤホンを外そうか迷ってるんですけど。大丈夫です。じゃあ外しましょう。なんで？だってここからしかマイク取れなくなっちゃう。どうぞ。え、お、出ていいの？出なくていい。どうぞ。サラちゃん。どうぞ。あ、こちらのアイロンがとても熟しております。はい。お、出ていいの？はい、どうぞ。大声はるかさん。来ます？来ます？テニスやったことありますか？ありまあ、そうで、あるじゃん。あるじゃん。そうだ、あるんテですけど、まあ、一応ごめんなさい。私が一番強いかもしれないという。1年間。
あ、すごい歴が全然違いますね。申し訳ない。そう、4年ぐらい。私8年間ぐらいですけど、1年間でよろしかったですか？そう、はい。じゃあテニス、まあ、公式と軟式もね、ちょっと違うんですけど、はい、そうですね。お邪魔しも違うんだけど、待って、待って、もうちょっと引こう。オッケー、あなたのお耳に、はい、お邪魔しも。さあ、村長もいらっしゃいまして。こんにちは。はい。はるかいますか？あ、こんにちは。コートのデカさは一緒なのでね。そうなの？ちゃんと、こする。あ、ごめんごめん。で、ありがとう。ちょっと今、はるかのアイロン、ヘアアイロンの片付け方を紹介して。あ、ごめん。あ、大丈夫かな？テニス配信しよう。まずこうします。そして、また使うから後で。ありがとう。そして、こうで、ここで結ぶ。で、しっかりと、綺麗に畳んだから。畳むためにあるの？すごい。すごいですね、今の技術は。ありがとうございます。あ、だるまありがとうございます。あ、だるまありがとうございます。せーの、だるま。すごい。え、嘘でしょ。え、何？私。はい。え、どういう？はい。もう。ちびっこクラブって言われてますが、ちっちゃいもんクラブでよろしくお願いします。え、中3トリオでしょ。あ、中3トリオですね、申し訳ない。こんにちは、大好き、みんな中3トリオなんです。はい、じゃあ今から、あ、こんばんは、孤独な村長、よろしくお願いします。あ、なんかちょっとね、出だしから映ってる、村長映ってるやん。映ってる。あの、コメント欄のところのスペースでねちょっと隠れてるように見えるけど、多分映ってますよね。はい、まずですね、じゃあ村長は、あの、テニスでは、はいはい、ダブルスをやっていらっしゃいましたか、シングルスをやっていらっしゃいましたか。あ、弱かったからダブルスだった。弱いからダブルスっていうのはすごい違う考えだなって思うんですけど。なんかシングルスの人は、はるかの部活の感じではシングルスの人は強い人がシングルスで出て、はい、まあ確かにね。で、なんかその枠がさ、何人までしか出れないとかあるじゃん。まあテニスは2人まで。違う、だからシングルス、そのなんか、その学校からそのシングルスは何人みたいな。ああ、そういうことね。この学校からシングルスは何人、ダブルスが何組みたいな感じだったから、シングルス出れる子は本当に強い子だけで。まあ確かに、枠が狭いからね。そう。だから弱かったからダブルス。そう、ダブルスでした。あ、バラありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。じゃあ、あの、私はダブルスだったんですけど、何でしたか？シングルス。あ、ダブルスやったこと。やったこと。じゃあ私もじゃあシングルスという話をしていきましょう。あ、待って、ダブルス。本当にテニスのルールわかんないでやって。え、なんでですか？なんですか？なんでですか？なんか、初めての大会の日の。大会に出れたのに？え、なんか、大会に出、なんか結局、その、私の部活、学校の部活は本当に、なんか、うん、なんか強い子は強いんだけど、初心者の子は本当に初心者だったから、なんか結局、しかもそんなに多い部活じゃなかった。から、うん、だからなんか全員出れたんですね。だから大会に出れることですごいとかっていう感じではなかったんだけど。あ、違ったんだ、ごめん。感じ、そう、だからちょっと苦戦してたんです。あ、そうなんだ。そう、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。ハート、せーの、ハート。よかった、ありがとうございます。じゃあ、はい、テニスあるんですか？わかりますよね。え、コートだよ。コートだよ。何？何？君どうだ？さっきからさ、オセロとかするのかなって思って。違うよ、だって。え、君ここのコートで試合しなかった？え、この線あったっけ？あるよ。へぇ。よく見て。え、掃除とかしませんでした？掃除毎日してた。ブラシみたいな。そう、ブラシ。あ、ブラシしてた、ブラシしてた。ね、本当に。でもだってさ、一番上から見たことないじゃん。いや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 、上から見ないからさ。いや、コーチとかこういうので説明しなかった。する。するよね、なんか、こっちに降ってくるからこっちで返すんだよ、みたいな。でもそんな専門的なことを習えるほどじゃなかったから、はるかは。なんかずっとラリーの練習。え、だからラリーでもさ、ラリーでもあるじゃん。ここが真ん中で、とか、うん、真ん中、じゃあサーブを入れるところとかあるじゃん。ああ、あるあるある。それは知ってます。サーブをここから打ってここに入れる。うんうん、それ知ってる。それが、あの、ルール、丸一、丸一。サーブ絶対入んないんだよ。どうやってサーブしてる？サーブ入んなかったら、え、あの、ちょっとアンダーサーブ。アンダーサーブって入らないのか。ちょっと厳しい。ね、上からじゃないの。でも上からですか。上からやって、で、なんか失敗したら、あ、そう、なんか2本目ね。あれだけど、でも、アンダーサーブで失敗したら恥ずかしいから、あ、だから2本打っちゃう、それ。だから、あの、え、でも入らなかったんだ。違う、だから、ずっと上でやってて、うん、ずっとできなかった。ありがとうございます。じゃあ、ちゃんはどうでしたか？何が？上からサーブでした。うん、ですよね。サーブね、パパと練習してね、うん、あのね、うん、これのさ、このさ、2つのさ、ここだけ
この4つの資格の中だけで、うん、パパとラリー王子と練習させられてた。あ、そういうことね。考えていたら眠れなくなっちゃった誰かは。はい、ありがとうございます。はるかは、はい、でもテニスを、うん、これから、はい、どうぞ。テニスを一生懸命頑張っていくので。え、なんで嘘でしょ、ね、絶対嘘でしょ。機会があれば、そのご縁があればテニス頑張る。いや、ご縁を作れだから、なんでやねん、自分から動かなきゃ。そうだよ、ちゃんに連れて行ってほしいなって思ってて。え、じゃあシングルスはどこからどこまでがこうとかわかりますか。わかんない。もうやばい。はいはいはい、どうぞどうぞ。え、この外側ないやつ。正解です。あ、そうそうですそうです。はい、ここから出たらアウト。そう、アウトなんですよ。でもダブルスはこっちも使えるんですけど、やっぱ一人なんでね、狭い、そう、狭いところじゃないとダメなんですよ。ちょっとわからなかった。やばい。あ、そうですね。ちょっとはるか分かんなかったな。あ、いいよ、あ、いいよ。じゃあ今から、じゃあ私が経験してきたシングルスで、はるか村にしよっか。はい、それではシングルスのこのコートも入れていきます。あの、このコートにはですね、雑草が一つも入ってないんですよ。春花とか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 春花は雑草、いや雑草じゃないです。雑草じゃないみたいなんですけど、しっかり植えて育つ花。あ、そうなんだ。じゃあその植えて花がね、あれじゃないの、野生自分、野生とか、野生もあるけど、ちゃんとその春花のからしか出てこない、うん、春花の種から。春花の種ってどんなの。別に痛くは、痛かったり。それお米だよ、お米。コシヒカリ。それはコシヒカリ。コシヒカリ。あ、コシヒカリを植えると。違います。あ、じゃあありがとうございます。プリンのカスとか。プリンツリーだったよ。プリンツリーの春花ね、プリン味なんだ。プリン味の春花。プリン味、それをさ、天ぷらにしても美味しくないよ。プリンの天ぷらってこと。いや、プリンじゃない。え、プリン味の天ぷらってことですか。違う、春花っていうプリン味の花。え、天ぷらにしたらどうなの。美味しい。プリンの味。怖い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 。いや、それは、はるかは春花の天ぷら実は食べたことなくて。すごい微妙な雰囲気になられたんですけど、まあ今のはちょっとカットしてもらってみなさい。カットカットカットで、あの春花。いや、今ただいま生放送ね。生放送なんですけど、このお皿ルームから、お皿ルームで、あのこちらの春花村村長はですね、春花の天ぷらは食べたことないっていう話は、あのカットでよろしくお願いします。このカットも春花村にしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。イエーイイエーイイエーイ。カットしたみたいですね。僕は食べたよ、だって。あの、美味しかったですか。美味しかったでしょ。すっごい、すごい。もう村長になったらいいと思います。違う、村長は、村長はみんなに天ぷらをあげるために食べないっていう主義なんです。あ、なるほど。やっぱり村民優先だよ。そう、でも食べたって言ってる人はね、多分この人しかいないと思うから。いや、皆さん食べました。サラたち食べたことないもんね、うん、まだない。プリン味なんて知らなかったし、まだ春花も見たことないから、ね、きっとなんかこういう花なんだろうなっていうのは分かってるんだけど、うん、なんか実際にまだ見てないからね。 それは多分見たけど気づかなかったとか、綺麗すぎて分かんなかった。あ、確かにそうかもしれないけど、でもなんかやっぱりなんか見たことないかな、うん、見たことないもんと、なんか、うん、なんかもう春花時点に春カメラ、まあ、まあ行きましょう。あ、すごい、とどめを刺されて。春カメラはないんですよね。え、あります。あ、ちょっと待ってください。食べれるんだ春花。今知った方もいらっしゃいますけども、どういう、ちょっともうちょっとね、春花村っていう村に興味を持っていただきたいなっていうのと、はい、うん、そうですよね、まあ、でも行ったことないので私たち。お住まいの、あ、お住まいなんですけど、なんか住所ももらったんですけど、はい、結構そこにハガキを送っても届かなかったりすることが多くて。確かに。なんで？そう、多分もしかしてそれは、あの郵便屋さんのミスかもしれないから、それは根拠にはできないけど、そう、なんかでもやっぱりなんかどこにあるのかなってすごい気になる。気になっちゃう。そう、うん、なんか私スコップタワーに住んでるんですけど。そうですよ、私ブロッコリーハウスに住んでる、はい、スコップタワーにはなんか工事の人も一緒に住んでるみたいな噂を聞くんですけど。そうだね、仲良しなんです。仲良しなんだ、うん、やっぱり春香村ってみんな仲がいいから、うん、結構
うん、なんかよくわかんない。春香村建設、建設の方々とサラがスコップタワーに住んでる。なるほど、なる、うん、なるほど。たまに建設手伝ってくれる。あ、そうなんだ。初耳。そう。あ、そうなんだ。一緒に、あ、建設手伝ってるので皆さん、あの春香村のお住まいの方は私に感謝してください。春香村この前できたね、早川さんの支配人部屋も。支配人部屋のだけ手伝ってくれた。早川さんにも感謝してもらわなければ。早川さんは名誉村民なので、名誉村民、素晴らしい。眉毛申し訳ないもん、春香村に眉毛植えていいですか？そんなじゃん、一緒じゃない？で面積的にも春さらと、ね、眉毛ってどうすれば整えられるのかわかんないよ。こっちに聞かないで、あっちだってわかんない。来てます。あ、え、気持ちいい。なんか動物の背中撫でてるみたい。じゃあ、はるかさん。なんか普通。はるか村普通です。あ、テニス配信をするんですよ、今日は。あ、そうだった。え、どういうこと？ここから打つってこと？なんでですか？だからシングルスライクの枠だよって。じゃあサラたちでさ、テニス作ろうって。全員ダブルスしよう、もう一人入れよう。じゃあよしね。じゃあ全員声どっちがいい？全員で。じゃあ敵ね、君サラと全員ね。あわ声ね、サラの声ね。ヤヒね、これね、絶対にサラたち勝つように作りました今。はい、ありがとうございます。いや、ヤヒさ、経験者、経験者。あ、そういうこと？でもヤヒ運動神経良さそうだな。足早そうね。なんか笑いながら、そうだよ。え、良さそう。え、なんか笑いながら駆け回ってそうだよ、ね。全然それ。すっごい笑ってね、ボールを追いかけてると思う。垂れてるのかな。垂れてるのかな、やばい。垂れてるのかな。垂れてるのかな。ボケてる。大丈夫。なんかはるかはね、多分ね。ヤッホー。怖い怖い怖い、もう。今日はもう、ちゃん落ち着いて。あそこにスコップタワーはないよ。ヤヒー、何？なんかはるかがめっちゃ手振ってるんだけど。はるかさん、あ、ごめんごめんごめん、ちょっと、ごめんごめんごめん。村長、慰謝料払ってもらってもいいですか？ごめん、慰謝料。ごめんごめんごめん。はるか村にあるんですか？お医者さんありますよ。お医者さんいるの？ちょっと今すぐに運ばないと。あ、大丈夫。ごめんね。ありがとう。え、まるバルバツゲームしない？いや、どうなるか終わり。うん、ちょっとマルバツゲームしたくなったコメントやね。ごめんね、はるかがさ、なんかさ、入ってきちゃったから、さ、なんか丸罰ゲームしよう。本当はもうちょっとさ、語りたかったんだよね。大丈夫、まだ1配信あるから、みんな覚悟しとけよ。はい、丸罰ゲームしよう。今の誰？丸罰ゲームしよう。え、丸罰ゲーム、もうちょっと増やさない？うん、増やさない。え、丸罰ゲームってさ、ここに丸って書いてある。じゃあ、おちゃん一緒にやろう。じゃんけんぽん、アイコンでしょ、アイコンでしょ。はい、いいよ。じゃあ、丸ね、OK。 じゃあ、サラと青でさ、チーム、じゃあ、ハルと青でチームするから、サラ一人で。いいよ。見せて、見せて。いい。は、はい、こかけ。なんか、真ん中からかな。一度、あ、そう、確かに。丸？うん。はい。はい。いきますよ。誰もが競争し始めた。絆はやがて立て息の上がり。順位が生まれて早い遅い。え、これはどういう展開なんですか？わかんない。高い山登るルート、それは一つじゃない。目の前の急なその斜面、人もいる。頂上へのその途中で自分が何番目か、今の居場所を知って、また頑張れば。どうした？はい、同点です。はい、同点でしたね。ありがとうございます。これつまんねじゃあね、サラのクイズしよう。いいよ。お皿クイズ。お皿。はい、サラの誕生日は何月何日？はい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 。伊勢ので、せーの。7月27。サラの血液型は？はい。
せーの A 型最下位おっちゃん1ポイントそれではじゃあ春香村のお皿の住所を教えてください。せーの、はい。日本語じゃないんだ。うん、じゃあ書こう今から。じゃあサラ今自分の住所書くから書くから待ってて、うん、スコップタワーだから。ありがとうございます。はい、私の住所ですなの検索してみてくださいはい、私の住所なんで皆さんよろしくお願いします。はい、次空の好きな色は何でしょう。はいはい、はい、せーの緑。正解は黄色でした。私のサイリウムカラーは何と何でしょう。はい、せーの、はい、緑と緑。正解。じゃあ空が飼っている猫ちゃんの名前は何でしょう。はい、ジュラサって、せーの、ジュラサちゃん。正解です。じゃあ空が一番最初に飼ったお猿の名前は何でしょう。はい、せーの、ボイちゃん。正解はモンちゃんでした。モンちゃんでした。はい、じゃあ空があの5歳の時にあのやった劇の名前は何でしょう。はい、はい、どうぞ。桃太郎。はい、はい、浦島太郎。正解は大きな株でした。イエーイ。はい、その大きな株でやった役目は何でしょう。はい、株。おじいちゃん。正解、犬でした。わんわんせーのでえ、わんわん。はい、せーのでえ、わんわん。オッケーです、ありがとうございます。何このスピード感リズム良すぎ。じゃあ、サラが年中さんの時にやった楽器の名前は何でしょう。はい、はい、どうぞ。鉄筋。木筋。はい、正解は大太鼓でした。じゃあ、サラが小学校1年生の時に起こした一番最初、ちょっと一番でかい事件は何でしょう。はい、はい、何ですか。前歯抜けちゃった。はい、どうぞ。階段から落ちちゃった。正解はですね、男子トイレと間違えて、女子トイレと男子トイレを間違えて男子トイレに入っちゃったことです。青色なのに小学校1年生だからいない、多分許された。中学校、そう、小学校、当たり前だ、中学校1年生はやばい。そう、幼稚園か。じゃあ次はね、じゃあ小学校3年生の時に私が大号泣しました。なんででしょう。はい、はい、テニスで負けた。はい、どうぞ。お盆こぼしちゃった。正解はドッジボールで前歯折れたからでした。そう、まだあの子供の歯だったのでね、セーフセーフということで。はい、もう本当にびっくりしちゃった。男の子ぶつかってきたんだもん。なんかザーッとパーンみたいな感じで、もう号泣。なんかサラ今日絶好調ね。絶好調だよ、絶好調だよね。ありがとう、みんな。じゃあサラの、どうした。じゃあナナミちゃんの誕生日は何月何日でしょう。せーの、7月7日だ。はい、ハルルンの方ね。七夕、笑顔なんでかわかるよ。なんでね、ナナミっていうかわかるよ。うん、7月ね、なんここまで言ったらみんなわかると思う。7月3日に生まれる予定だったから。ほら、100万ポイント。誰かもそれは知ってました。本当ですか。本当です。ありがとうございます。言わなきゃじゃん。せーので、言わなきゃ。あじゃあ、サラが学校の給食で一番好きなのは何でしょう。はい、はい、どうぞ。ラーメン。卵焼き。ラーメンでした。卵焼きはね、あんまり出たことないです、ね、あ、そうなんですか。はい、そうなんです、申し訳ない。はい、じゃあ次行きましょう。はい、オムレツ。はい、よく聞きましょう。私がテニスの大会でぶち切れました。なぜでしょう。はい、相手が画面に、はい、あのラケットをぶつけてきて、サラの顔がメロンパンになった。あ、びっくり。どうぞ。え、相手が急に羽で飛び始めて、ラケットを2個持ち始めたから。正解はですね、あの第一シードの真下に入れられたことでした。かわいそうって思った人、はい、はい、ありがとうございます。あ、第一シードっていうのはね、今から説明しますね。まずあの対戦表があるじゃないですか。対戦表って見たことありますか。さっきのやつ違います。あれはコート、コートです。あ、コート、あれトーナメント、トーナメント。あ、わかる、はい、ここが第一シードで、ここが第二シードで、第三シードがこちらで、第四シードがこちらなんですけど、私この前回の大会で、ここの大会に反映される大会の時にベスト8を取ったんですよ。おめでとうございます。そう、これが小4の時なんですけど、でも小3の時にベスト8ってか取ったってことは、小6の子が、その前回小6の子はもう中1に上がってるわけで、そう、サラは絶対にここのね、真ん中らへんにいてもいいと思ったんです。なんとですね、ここに入れられていたので、こちらを倒して私がベスト4に上がりました。すごい、はい、勝った。ありがとうございます。はい、砂浜ですね。砂浜ですね。あ、砂浜ですね。ありがとうございます。今から
から BGM をお送りしておりますが、え、巻き取れちゃってるけど。ピンクはかわいい、あ、熊さんあれ気づいて、イエイイエイ、オレンジもかわいい、イエイイエイ、緑はめっちゃかわいい、イエイイエイ、オレンジはもっともっとかわいいよ、はい、ピンクが一番かわいいよ、緑は四万十赤ちゃんペン、待って、オレンジは宇宙一でかわいいよ、はい、ピンクは世界一でかわいいよ、あ、負けてるよ、ちょっと待って、そうだ、あ、宇宙一だよ、待って、違う、宇宙の、宇宙より、ピンクが一、オレンジがかわいいです、あ、じゃあ、もう、なに、ピンクは屋根の上にあるんです、ピンクというものはこの世のすべての人々を幸せにする可能性と希望に満ちている、そう、ピンクは、せーのがさん、はい、いただきます、桜とかもピンクですごい可愛いし、チューリップの色に、え、でもサラたちだってさ、必ず聞いて、だってさ、春花の茎だって緑じゃん、それはピンクを引き立たせるための緑、うわー、そういうこと言っちゃっていいのごめんなさい、そういうこと言っちゃっていいの、緑もすごく綺麗です、そうよね、緑大好き、そうね、葉っぱって緑じゃない葉っぱがないと、そうだよ、葉っぱは、葉っぱも太陽のオレンジがないとお花も育ちません、だから結局はさ、春花じゃない、うん、違うの、だから結局は私たちがいることによって、春花村村民リクスターさんスペシャリマン、ちょっと待って、分かった、私と青がいないと春花はできてこないってことだから、だから私たち団結して春花をパッカンさせてるわけでしょ、だからソラと青がいないと春花は生まれないから、サラたちがパッカンさせる可能性があるわけだから、ちょっと黙ってて、一斉のレッツン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 、じゃあ今から中2フォース、くまさんありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあこの子の名前は何でしょう、ぼーちゃん、正解です、あとさくらちゃんもいる、花子だよ誰だよって思った、あのさ、はるかのことさ、たまにさ、わかんないけどさ、さくらだと思っちゃう、ね、ね、わかる、でもなんかさくらちゃん顔、え、わかる、さくら顔だよね、あ、さくらです、さくらです、ありがとうございます。かわいいってこと。え、なんかお花みたい。青はね、ふるたてどんぐり。ふるたてどんぐりで。タラは小宮山田んぼみたいな。小宮山田んぼですみたいな。トンボトンボ。あ、トンボトンボありそう。トンボトンボですみたいな。あ、トンボちゃん、でもトンボちゃんってかわいくない、うん、かわいいよ。どんぐりちゃんもめっちゃかわいい。どんぐりちゃんかわいい。どんぐりぐり。いっぱいありがとうございます。いっぱいありがとうございます。せーので、ありがとう。ありがとう。心を込めて。ありがとう。今心を込めてる、ね、途中だからね。今ね、フライングゲットしてダメ。ね、怖い怖い。せーので、心を込めてる。込めてる。ありがとう。ありがとう。ありがとう。どんぐりちゃん可愛いんだって。タイミングが難しいね。ね、どんぐり？どんぐりいいね。なんかオレンジで紅葉の時になんか出てくるじゃん。こうどんぐり。今日どんぐりっぽくない？ん？うん、ぽいぽい。今日さくらちゃんっぽいね。今日田んぼっぽい。田んぼ。田んぼっぽい。え、田んぼ田んぼ？あ、田んぼだわ。田んぼだ。田んぼだ。田んぼっぽいね。ありがとうございます。え、もう意識してきたもんね。みんな。今日ね、やっぱりそういうとこからね、やっぱテーマを決めていかないとこの世の中はやっていけないと思うから、何言ってるか分かんないけど、ちょっと今からペンが取る、じゃあ今からあのペンをね、あのこうやってあの曲げていけてるもん、曲がってる曲がってる、全然歌えなくてごめんなさい、大丈夫だよ、ドアメ、ドアメ、ドアメってプレゼントするの、ドアメ、半まで。あと1分じゃん。あと1分だったというところで、皆さんのギフト、ギフトありがとうございます。ありがとうございます。公演終わり。中二トリオ配信ありがとうございました。せーの、ありがとうございました。続いての配信は何時からですか？20時半です。はい、20時です。はい、20時からなので、ぜひ皆さんありがとう。よろしくお願いします。見に来てください。ありがとうございました。バイバーイ。それでは拍手。
手に採信もできたし、お皿を配信もできたし、はるか村はよくわかんないし、名前も決まったし、せーの、手をつないで、ありがとうございました。皆さん、リズム感良いお年を。急いでたら目に行きましょう。ありがとうございました。せーの、はい、何これ。